はい、お待たせいたしました。対局の準備ができたようです。第32期十段戦ベスト16予選 C 択2回戦投編の開始となります。奈良さんのね、巻き返しを期待したいですけどね。そうですね、はい、2回戦開始となります。2回戦はちいちゃから勝俣、奈良、柴田、古川という並び。トンの一曲ドラは三層です。本日の十段戦ベスト16予選 C 択、この2回戦まで無料でご視聴いただけます。なおルールはですね、一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟の A ルールで行われ、5回戦のトータル上位2名がベスト8への勝ち上がりとなります。予選 A 択では瀬戸熊プロ、柴田義和プロ、予選 B 択では野方プロ、藤崎プロがベスト8への進出を決めております。さあ、友竹さん、はい、1回戦はなんと奈良の一人沈みという形で終わったわけなんですが、ですね、まあカミソリが切れなかったっていうかね。そうですね、1回戦どうも法人に回っちゃいましたからね。はい、ここでね、巻き返しとかないと一人置いてきぼりになっちゃう可能性が高くなっちゃいますからね。そうですね、ここは何としても、上位には食い込んでおきたいところです、はい。まあ上位っていうよりも3万点をキープしてプラスをつけときたいっていうことですね。そうですね、ラスはなるべく返したい、はい、返したいですね。僕なんかよくここでラスラスってなっちゃうんで、あとやることなくなっちゃうよってさ、寂しい思いしなくちゃいけなくなるんですけど、はい、そうなっちゃうとね、残り3回苦痛でしかないですからね。そうですね、大変ですよね、あれは。本当お仕置き食らってるみたいなもんですから。あれ、古川さん、ニャンソードラウ系を、まあサブロスあるからいいのか。なんかな、古川さんもいまいちやっぱ乗れてないのかな。そうですね、らしさな、ね、らしい泣きっていうのはないですけどね。うん、さあこちらはペーチャの古川ですね。いいピン難航になって言いそうの問いぞとし、結局3色は見なかったですからね。はい、ドラのそばを早めに処理しちゃうっていうことなんでしょうけど、うん、奈良さんのとこいいじゃないですかね。そうですね、今回は良くなってきました。値段的にはちょっと魅力がないかもしれないですけどね。さあ古川管理屋も引き入れていいシャンテンです。まあ今はウーマンのが欲しかったんでしょうけどね、差し子の3色やりたいでしょうかね。うん、そのために1、2、3の方を見切った、はい、だと思うんでね、数ピン残してるっていうのもそういう理由だと思うんですけど、こちらですね、あ、勝又くんがポンしましたね。仕掛けてイーシャンテン、ナダもイーシャンテンですね。あ、テンパイ、これ行くじゃないですか。トンとリャンマンのシャンポン待ち、先制リーチです。ドラも1枚あります。なんとかね、きっかけをっていう形でね。そうですね、これはトンがまだ山に2枚残ってますね。誰も持ってないですからね。リャンマンはありません。お、硬いね、古川さん。数ピンの方切らなかったね。いいピンの、これはアンコ落としになるんでしょうか。数ピンの方を切っといた方がね、はい、いろいろと受け入れは増えるんですけどね。あ、これで3ピン。あ、テンパイ取らないですもんね。あ、テンパイ、つうか、あの、リャンシャンテン戻してたね。戻しちゃったんですね。はい、いいシャンテンにしてってことか。柴田もここは受けていく。これ結局2万がないですからトンしかないんですよね。そうですね、高めしかないです。この勝俣トンがこれは補充となります。5200ですか。はい、リーチトンドラ1、5200の補充となります。勝俣も6球層のテンパイしていたところ、トンの一局1回戦、厳しい立ち上がりだった奈良。ちょっと風が変わってきたかなっていうね。そうですね、今なんか勝俣君もそういうふうに思ってるんじゃないですか。うん、さっきは直線で行って奈良さんに補充っていうのがなかったですから。そうですね、今回はね、直線で攻めたら、はい、補充したわけですから、あ、ちょっと違うのかなっていうかね、あ、中心号出てるなっていうふうに思わないといけないんじゃないですかね。さあ、親番は変わってその奈良となります。今ちょっとね、形が悪い高めで補充ってなりましたから、はい、補充した方にしてみればあんまり感触はないですよね、やっぱりね。ああ、高めつかまされるのかって、ね、はい、自分の値段がね、そこそこね、1500だったんで、そこまでだから行ってよかったのかなっていうか、うん、まあ1回戦目よかったからどんなもんなのかなって試した部分もあるとは思うんですけど、勝俣君にしてみてね、まあ、街は
優秀でしたね。町は優秀ですね、はい、ただ値段はね、値段的な面では親の月っていう形になっちゃうんで、はい、古川さんいいとこ引いたね今。そうそう引きましたね。想像が連続形になります。まあ、この奈良さんちょっと嫌ですよね、うん、今上がって今ドラ引き入れて、まあはい、まだ形はね悪いんですけども、なんか育ちそうな。そうですね。サフルカーがいいシャンテンですね。これ泣くな。トンですね。はい。こちらが親番の名田さ。ここで総図で一面完成してペイを統一落としでしょうか。単野へ向かいます。柴田マンズが目立った手配。急走つもぎり。はあ、リャンピンとか切るのかと思ってたんだ。うん、本一ですね。本一とか、まあ、想像の伸びを見ながらっていうことなんですけど、奈良さんもね、いいんだか悪いんだかいまいちですね、うん、今ね、ローピンが来るようなところがね。そうですね。ウーピンかチーピンがスッと埋まってくれる方が嬉しいじゃないですか、はい、そうですね。あ、これ痛いよね、やっぱり。さあ、これは7万なんかね、うん、ちょっとまだまだ、うん、要は横に広がっていくだけなんでねメンツができてこないっていう、はい、一番分かりづらい形ですよね。そうですね。簡単にね、収まりがついてくれれば、うん、分かりやすくというか、分かりやすくですね、はい、さあ柴田がいいシャンテンです。3個含み。奈田がローピンを仕掛けましたね。タンヤオのいいシャンテン。まあね、形はいいんだけど、なかなか埋まらなくて、うん、あっち行ったりこっち行ったりで、そうですね、じっとしてられないっていうかね親でね、ここでもう一度上乗せしたいと思って。ウーピンを仕掛けます。これで観浪マンの天敗なだ。さあ、勝又一気に本一へ行きます。柴田ですね。あ、失礼、柴田一気本一へ向かう。だからこのトーンが出にくくなっちゃいますよね。そうですね。親にもしっていうね、うん、ダブトンですから、ダブトンドライチが見えちゃうんでね。若干本一っぽい捨て牌にもなってますよね、灘の顔は。だから勝又君のトーンは出てこないですよね。そうですね。となると古川の上がりは苦しくなってくるか。ピンズだ、ドラ切るんじゃないですか。まずは嘘から。さすがに3ピンとウーピンが結構見えてるんで、仕掛けましたね。このナンを柴田が仕掛けてドラの数ピン、うん、スッチーマン9万の天敗です。柴田これ厳しいよね、親の観浪マンっていうのもね。そうですね。柴田の手に1枚と勝俣の手に1枚、場にも1枚切れてます。あ、ここで9万を積もりました。5200、そうですね、1300、2600の積も上がりです。柴田ドラの数ピンを切って勝負して、ここはしっかりと上がりをものにします。トイトイには手代わりもありましたからね。そうですね。先にウーマンかローマン重なれば、はい、まあ、ローマン重ならないと出てっちゃう、当たりになっちゃう。ウーマンは出てちゃいますね。ね、6万が当たりでね、はい、親に不法になっちゃうんですけど、まあいい上がりですよね。そうですね。何回もチャレンジした本一がね、やっと上がれたっていうか、うん、あ、そうですね、かなり1回戦では、1回戦からね、かなりチャレンジしてましたから、はい、さあ、親の柴田ドラメンツが完成してますね。お、古川さんもね、古川こういう方のがなんか僕好みなのかなとかって思ったりしたんですけどね、うん、シャーとかね、僕もシャー切らないのかなと思ったんですが、面白いよね、はい、ローピンあたりからピャッといっちゃって、ね、はい、で流派仕掛けて薬杯重なっていくみたいな、うん、まあ流派から泣かないんだよね、違うとこから、ね、なるほど。例えばペンチーソーとか、今回流派からと、まあまあ先に流派が出たからね、うん、あのだからローピン先切ると目立つからとかとか、そういうのもあるのかもしれないですけど、そんなの関係ないじゃないですか、まあ、そうですね。あの泣き大社、これはもうしばらく三元杯は出しませんから。そうですね、タチャからしたら3連敗は切りにくくなってきます。柴田がただチューンをかぶせてるんでしょうか。そこら辺は熟知してますから、今切るんだったら今だと思ってるんでしょうから、また全局上がったこともあり、ここはちょっと押していこうっていう考えもあるんでしょうか、はい、親で受けさせられちゃったらね。そうですよね、大変ですね。奈良さんも直図を泣いて、はい、ペイを仕掛けていく。
対抗ですね。さあ古川トーンを切っていきます。まあ、トーンは1枚出てるんでね、はい、チュンの1枚よりはトンの1枚の方が切りやすいっていうかね、うん、自分の手に対してもね、周りにまだ3連敗を切らせたくないですから、はい、ローマンがアンコンなここでチュン、あ、逆つまたピンズで一面つ完成していきます。今切り、まあ仕方ないんですけど、今古川さんチュン切っちゃうとね、やっぱ他が怖くなくなっちゃうんでね、他の人から見ると。想像以外はそんな怖さがないじゃないですか。そうですね、これでピンズ泣いたんで、あ、値段的には大したことないなっていうかね。柴田がイーシャンテンですね。大人だも積極的に仕掛けるイーシャンテン。今勝又君のところにドラクエ下げちゃったんだよね、古川さん。ああ、スーピンチーでね。古川はこのサンストラの3層をかなり、引っ張ってますね。いや、切りたくないってことでしょうね、はい、できればドラドラにしたいとかね、ドラ、ま、周りを引き入れたいわけですから。そうですね、このドラを軸に手を進めています。だからあのパーソ9層って払っていく予定なんで、ペンチーソンちょっと厳しいですし、はい、そういう予定なんでしょうけど、果たしてどうかなっていうところ。抑え込みでリーチなのかな、9万切って。さあどうする。パーマンが場に2枚切れてますね、はい、まあ、ビーフネーの手代わり待つんだったら9万切って闇店にしといていい。マンズはね、はい、E マンでも3万でも数万でも、ただまあ E マンがもう場に3枚見えてますね。カンパーマンでいった、カンパーマン、あ、この辺りの狙いは、いやいや、要するに他の人が使いづらいだろうというか、出てる範囲の方が人が使ってない可能性が高いんで、はい、実際もし6万カンローマンで行った場合はもうこれ山にないですよね。ないんですね。パーワン使えるのは古川さん。パーワン場に2枚切れてて、勝又の手に1枚ありますので残り1枚、だけど果たしてどうなのかな。これ9ピン切って一旦は受けですか、うん、9ピン切って、まあ、いいシャンテンキープですね、はい、古川いいシャンテン。これピンズくっついてもうドラは多分切らないと思うのでそうするとピンズをそのまま切るか、テンパイですね。なだスチマン、これスチマンはね、このスチマンの方が若干強いでしょうか。何を、なんですね、なんですか、はい、多分ウーピンは行きましたかね。これは入り目のローソーです。行くんじゃないですか。行かないのかな。まあ、1回戦の流れからいくと、おい、いったね。自分が報酬役に回ってたんで、柴田君に相当献上してますから。そうですね、今回はちょっと引き出しにかかろうかっていうねまあ値段的には大したことないんですけど、やっぱりねそういうのもあるんですよ、意地で。テンパイですね、勝又。シャンポン待ちに変化、ドラスライドです。チーマンはまだこれ3枚ぐらいはありそうですね。パワー1枚ですよね。パワーは1枚、あ、チーマン、このチーマンが灘への補充、薬杯ドラ12000点となりますね。さあ灘トン一局、親番は流してしまったんですが、トン一局に続いての上がり。どうも古川さんにしてみれば珍しい宝珠っていうかね、うんうんうん、意外とねああいうところでも宝珠しないんですけどね。そうですよね、まあ、手詰まり状態だったのかな、うん、結局ドラなんか切っちゃなかったと思ったんですけどね。ここは温存しましたね。いや要はローソーを取ったんで、うん、取りましたね。三層が当たる時愚形でしかないんで、うん、まあ、シャンポンの場合は一番値段が高くなっちゃうんで嫌でしょうけど、はい、まあ柴田君ちょっと考えてリーチ打ったからね、うん、そうですね、若干リーチ、ま、間がありましたでしょ。までには間がありましたね。ってことは待ちはそんな良くないんじゃないかってことですよね。迷う待ちっていうことですから、はい、で出てきたのがマンズだから、マンズの待ちじゃんじゃないかなって多少思うじゃないですか、はい、だからチームは打たないのかなと思ってたんですけどね。そういう意味では逆に危ない範囲でもあったわけですからね、まあ、ローマンが3枚あるからっていう理由でしょうけど、はい、
当てにならないですからね、まだ1枚どっかにあるわけですから。ただ両面系だったらそんな迷わないだろうっていうのも、多分頭の中にあったんでしょうけどね、はい、奈良さんのね軽い手軽そうだよね。ただドラがぽっかりか。そうですね、このパーマンをどのように、さばき切るかなだ。切っちゃうんじゃないですか、もうある程度形が整ったら。はい、さあ勝又、これチートイツのイシャンテンですね。こいつにはいかなかったってことですね今ね。そうですね、とりあえずはまず自敗を切っていった。まあ2枚白が切れてるからっていうのもあるんでしょうけど、うん、ウーマン、あーメンツテとの悩み、天秤にかけるか、うん、ウーピン切るかどうかですよね。でメンツテとの天秤だったらウーピン切るのが一番。リュウハ切った、リュウハ切った、これ本一もまだ見たいっていうことですかね。見たいよね、なんか僕なんかだもうウーマンとかピュッて切っちゃうんですけど、まあそこはね対局者の思いっていうのもあるでしょうから、はい、どう感じるかでね、周りの反応っていうか。チーピン、これさすがにウーマン切るんじゃないですか、スーワンの方から。あ、一応メンツテも見ながらってことで、ね、ピンフと本一の両天秤ってことですね今度これは。まあ対応を見るのかもしれないですし、ドラ切ったでしょ奈々さんは。あ、切りましたか、切ったね、はい、もう形がある程度整ったら値段よりもってことでしょうからね、自分の上がりやすさを優先させるっていうかね。はい、こちらですね、はい、前順パーワンを切っています奈良。まあ広い受け入れがね、かなり想像は両関係でちょっと形はね、はい、収まりつくのは時間かかるかもしれないんですけども、うん、6万、これでピンフイーペーコーのイーシャンテン勝又、あードラを引いてしまった。まあまあまあ、まあ、これはしょうがないですね、もうつきものですからね、本人心の中でいたとは思ってるかもしれないですけどなんか切る時にもそれは覚悟してることじゃないですか、はい。要は値段よりも上がりを最優先に考えてってことで手を組んでますから、うん、はい、お、9ピンのフリテンターツを残しましたね。要は7万がもう3枚見えちゃってるんで、3色にこだわってると上がりを逃すんじゃないかってことなんですね、はい、これ多分フリテンのロー9ピンで喜んでリーチいきますから、テンパイすればですけどね、はい、ペーガンコテンパイですね。6球ピンのリーチ勝又、また値段的にはね、うん、もういやーパーマンが奈良の手にもう1枚、まあ結果としてはね、まあ仕方ないんですけど。そう、柴田が今追いつきましたね。6球総待ちでしょうか、ピンフのテンパイ。これ6球ピンって結構残ってる？6球ピンはかなり残ってますね。奈良の手に2枚、あ、急走が出ますね。これは柴田の上がり、ピン風1000点の上がりとなります。まあいい受けになっちゃったからね、6球走もね。そうですね、だからドラが3枚見えちゃって、7、3の上から4枚見えてるんでね、うん、まあ値段的にはそんな役絡みでなければと、そんな高くなくて済むわっていうかね、うん、今みたいな先手は打って得ですからね。なるほど、積もられたりなんだりっていうよりは、一人脳天が一番嫌じゃないですか。あ、そうですね、あのパワーをもう切り切れませんからね、はい、3000点払わされるよりは、はい、っていうね。さあ非常に早いテンポでの難入ですね、親番は勝又。で現状としては点数持ってる柴田君だからまあよしと、はい、本当は嬉しくないんですけども、ない人にも操縦するよりは自分と接近しないじゃないですか、うん、そうですね、トーナメントではやっぱり沈んでる人を復活させた方が罪が重いんで、うん、はい、だから現状はこの並びで、まあ、自分が一番になれればベストですけど、うん、名だからしてみればね、はい、まずは3万でキープしていればそれが最低条件ということで、はい、ドラは9万ですね、まあ、だから勝又君のリーチを回避する方が、うん、まあ、あの優先順位は高い、優先順位は高いですね、勝又君に上がられるよりはってことですね、はい、現状は一番ねラスなわけですから、はい、1回戦トップで2回戦目なさったら終始は大体トントンになるじゃないですか、まあその点の差はありますけど、はい、早いね柴田君、ドラ切ってきましたね。さあ、あの逆に古川はドラが使える形だから周りがどう見るかですね、柴田君のドラ切りを、うん、なんだよもうそんな早いのとか思うのか、ええー
7にもドラが来ます。さすがさっき痛い目見たから、今回はその言いはしなかったねまた重なってくるんじゃないかとか、いや自分の手が順調っぽいんでね。そうですね、端に寄った手配ですね。勝又これで一通のイーシャンテンです。まあだから勝又君が、ああ9万切った人に来ますね、ドラが。さっきもそうだね。そうですね、勝又の欲しい9万はこれで山には残ってはいないですね。これサブロー9万って形はいいけど枚数は少ないよね。はい、もう9万が1個もないですね。6万がまだあと2枚、2枚です。3万は古川さんも欲しいしね。そうですね、ああ切っちゃうんだね。嘘とかはパーマン、ここはリアンピンを切っていきます。手広いシャンテンに構えます。なだ仕掛けます。ちゃんた系の手配でしょうか、はい。古川に3万が入った転売ですね。これ E1 が来れば一気通貫なんで当然ね、はい、待ちたいとこですし役はないんですが、さあ勝又ここはドラの9万の受け入れは拒否、まあ、サブローマンとサブロー9ピン、ピンゼノが魅力があるってことですよね。これしばらくいい判断ですね。何切るんだろう、数ピンを多分考えてるってことは、裏が仕掛けてピンズが若干高いんですね。川に3層切っていきました。ただ本一とか鎮一はちょっと考えづらいですよね、最初序盤の切り出しはね、うんうんうん、さあ天杯の古川変わらないですね。1万ってこれまだ残ってますよね。2枚残ってんのか。1枚と勝又の手に1枚ですね、はい、うん、チート中に変化してみた。フルと、いつ手でしょうか。柴田ローピン、あここは回った。やはりちょっと長に切りにくいか。天杯勝又サブローマン、サブローマンはさっき言ったように、あこれ長田さんいいとこ引いたけど、イシャンテン、サブローマンは残り3枚ですね。カンパーマンは順からだよね、これね、山にはね、ナダの方ですね、うん、はい、そうですね、ドラ表示牌で1枚。おここは空切りしてのリーチですね、サブローマン。リーチかけちゃうとこれ他から出にくくなりますね、ナダ、うん、さんが掴むかどうかですけど、はい、多分自分の町もそんな良くないから、うん、まっすぐ行けるかどうかと、はい、上がって3900ですからね、これうまくいって5200ですから。 OK、 ここも受けていきましたね、うん、要はここでは古川さんも辞めちゃいましたね、うん、勝又くん、お積もった、はい、ここで6万を積もります。勝又、リースもピンフ1300点オールとなります。うん、まあ勝又くんにしてみれば賢明な判断だったよね、うん、あのチーマン切りのところで、6、9万の受け入れはもう見切って、はい、今実際そっちを一つをね見てると今のでサブロー9番の転配なんですけど、そうですね、ドラがね果たしてどうなるかっていうのも、ね、うん、パワーワン切った時に7、3に間に合っちゃうパターンもあるんで、ね、あそうですよね、パワーワンはそこで引っ張る、まあ、宣言杯が、宣言杯とか転配打牌がパワーワンになる可能性はありますが、そこでチート、チーが入りますからね、はい、6、9ピン9号対サブロー9番っていうところですね、はい、まあ、どうなったか分かんないですけどね、まあ奈良さんの9層もなかったんで、はい、結果は9層にくっついて3色になればどうかなっていうパターンなんですけど、はい、さあ難度1曲1本馬です。親は勝又ドラ2ピン、奈良ペンチーピンを引き入れてイーシャンテンでしょうか。イーシャンテンですね、はい、ピンフのイーシャンテンです。さすがに今回古川さんも3色見るよねこれ泣くかどうかですね、チーするかしないかですね、うん、注目ですね、うん、こちらですね、
でどこ外すかっていうと、まあ、結構おっと勝又いいとこ引いたぞ。関三馬を引き入れました。奈良さんもね、満足が伸びるかもしれないしね、うん、若干三色も見えてきたでしょうか。柴田君は想像にしたいんだけどっていうところなのかな。今ドラをまだ切らないでいたってことはね、サドラに、はい、関三品のドラターツが完成します。どうも本日には行く気配はないですね。そうですね。さあ勝又手が伸びてきた。イーシャンテン、野田さんは関三は嫌いましたね。はい、まあ、リャンウピンでもいいっていう形ですね、ドラを引いても天敗取れる形で、はい、嬉しくないよって。さすがに乱暴なことはしなかったね。ローワンツボギーとかね。ここは一つですよねと。いやー、本当僕らからよくやっちゃうんでね。こんな6万いらないよっつって。いや、まあ実際ね、振り出になっても泣けると思うんでね。さあ、そして勝又、再びリーチですね。スチーピンリーチ、ピンフのリーチ。あ、やめた。一瞬一回回りましたね。本当ですね。ナダはすっとパーピンを切っていく。一番対抗できそうだったのはナダだったんですが、ここはまずは一旦回ります。まあ、値段的にはね、大したことないんですけどね。先ほどと同じリーチピンフなんでね、うん、そうですね。ただ周りがやっぱり対応させた方が自分が有利に進めるんじゃないかってことね、うん、周りを対応させれば。はい、このスチーピンは山に5枚残ってますね。5枚。はい、ってことは自分で1枚、今4枚ですね。4枚残り。またいいシャンテンになりましたね。関老ピンと奈良さんも。奈良さばききれるか。タンヤオのいいシャンテン、これはポンテン取れるか。取らない。いや、スーソーのポンテンは取らないじゃんね。ピンズが残っちゃうんでね、うん、おっと、これでスーソー効いてリャンウソで現物町の闇店。ただリャンソーがもう場に3枚切れています。はい、今切られちゃった後なんでね。はい、これ目立ってないからこの瞬間だったらね、十分にまだ上がりも考えられます。実際は残り1枚。いや、ゼロだ。リャンソー山にゼロだ。はい、リャンソーゼロ。ウソーがもう1枚しかない。あ、シャンポンだったらってやつだね。あ、これで買えました。この方がまだ上がり目が出るかもしれないですね。山にゼロ対山に、今山に1ですね。山層がスチーピンどこ行っちゃってんの。スチーピンはまだありますよ、十分に。1,2,3,4、まだ4、あ、これで5枚、3枚かな。ドラがあんこになったけどね、柴田君も、もう1回対応しちゃってるからね。うん、嘘が出たんだね。ただスチーワは切りづらいもんね。そうですね、スチーワは切れないですね。パーソーだ。どっちにするかだね。パーソーの方がいいんじゃねえかとか。どちらも筋ではありますね。うん、チーピンが柴田の手に来ます。ま、全部周りに吸収されちゃうね。そうですね。あ、酸素、あ、これは、あ、いいんですよね。酸素ですよね。はい、2600、あ、1300。いやー、なだ上がり逃しかと思われたんですが、ここはまあ仕方ないですね。そうですね、あそこは受けますからね。7万は打ちづらいですから、はい、どうしてもやはりそうすれば何持ってきても買えることもできますしね。1300は1600の上がりとなりました。勝又2局連続のリーチだったんですが、今回は灘への補充。あ、まあ感触的には勝又君はね、どうなのかな、今自分が打たなくちゃいけないのかっていうかね。あ、値段は打った点数は安いんですけど、はい、多分ショックの度合いは大きいと思いますよ。相当自信あったでしょうから、あのスチーピンって、実際リーチの時は山に5枚あったスチーピンですが、はい、ここは灘の上がりとなりました。何の2曲ですね。ドラがパーマン、まあ、まあここの曲ですよね。親の7が上がれるのか、はい、要は他が潰してね、うん、7さんに走らせないのか、はい、まあここで親がバーって上がっちゃうと、先ほどの1回戦の結果が逆になっちゃってね、うん、そうですね、もう一回仕切り直し、やり直しになっちゃうパターンもあるんで、
やっぱりトーナメントっていうのはね、うん、2人残るわけですから、はい、下2人を決めちゃうと楽じゃない。そういう考え方もできますよね。とりあえず1人は決めとけばっていうね、はい、やっぱり2分の1を争うよりは3分の1の方が大変ですからね。そうですね、その方が可能性的にもね、4個で2人の椅子だったら3人で2人2つの椅子を争った方がいいわけですからね。そうですね。さあ今回は、勝俣にドラのパーマンが2枚ありますね。古川は役割の難があんこでマンズの本一模様、柴田君のところはリャンペイコが見えるのかな。そうですね、統一系の手でしょうか。勝俣も統一が目立ってきた。これなんか統一が目立ってくると大物手に仕上がる可能性があるんでね。おっと、古川がリャンマンから仕掛けていった。マンズの本一狙い、ちょっと遠いんですけど、スーソも重ねた。チートイツイシャンテンですね、勝又。スーソは痛いよね、柴田君とか入ってるとイーペーコー完成だからね。高めのスーソでしたね。休めまで流れちゃいますすごいなんですよね。まあスーソが入ったのは分かんないんですけど、リャンソー、あーこれ3個だね。今回は各社かなり統一交通、あ、スーピーちゃうと面白くなくないんだな。まあ難しいんですけど、さあこれでイーシャンテン、あ、メンズ店に来ましたね。はい、スーピン切っとくのかと思いましたけどね。柴田ですか、あの勝又、ああごめんなさい、勝又ですね。はい、マンズを先に切りたかったんですかね。古川がマンズかなり高い人かもしれないですね。アスパースを仕掛けて、スーソーとドラのパーマンのシャンポン待ち。これも厳しいな、厳しいよね。そうですね、柴田君にしてみればね、スーピン切ったのが裏目になっちゃってますかね今のところ。灘流派が統一ですが、ちょっと形がまだ苦しい。ヤンピン切り厳しいですね、はい、スーピンもなくなっちゃってるです、ね、なくなっちゃって自分の欲しい牌が減ってきてますからね。はい、古川さんもね、ドラがぽっかりでね、まあ、ペンチーマンとかが入ってくれるといいんですけど、チーマンがなくなるぞ。これ酸素切るの、酸素切り。こうするとスーソーが出ない形になります。スーマンか、イーシャンテン。マンズの下がくっつくと危ない。泣いた、流派を仕掛けた灘。厳しいのは覚悟の上ですね、はい、うわ失点敗ですね。これカンチーピン、これだから7万は相当切りづらいよね。古川に対しても勝又に対しても切りにくいですね。切りにくいですよね、急所ですからね。古川はこのチーマンがチーテンですね。これがさばけると、いや、やっぱ切らないでしょ。ドラ表示牌ですからね、急所になる牌ですから、やっぱりそれにつなげてっていう風に、ここだけは泣かしたくないっていう牌ですね。そういうことですね。これ勝俣君の町はスーソーが1枚だけ、スーソーが1枚ですね。パーマンはありません。まあ出てくる可能性はあるけどね、古川さんから。そうですね。おっと仕掛けてチーマン行った、行ったよ。親番の灘、ウーソーとさん、あっと天敗だか、柴田カンパーマン。これないんですよね、スーソーだ。止めた、やめたすごい、いや想図っぽいからっていうのもあるじゃないですか。多少まあ想図ではないんですけど、まああと7にも切りにくいんでしょうかね。ウパーマンになったよこれ、リーチ打つの。これ9万も切りにくい、灘に対しても切りにくいですね。ドラマタギの9万、だからこれチーマン泣かしたら古川さん数層補充だよね。そうですね、うわ6万つもぎり、3万取ってるからでしょうね。6、9万だったら同じですから、だったら役割のままと、はい、うわぁ古川すごい数層、ね、多分あれチーマン投げてたら数層探検すりますよ。9万切って、9万切って、そして上がったのは灘、まあ、あの苦しい手配からまあウーソが一番強かったですからね。そうですね、ウーソが誰も持ってないですから、まあ、あのチーマン勝負した、うん、の勝負した場面ですよね。だからやっぱりほら、だんだん、うん、研いでいるうちに髪の毛も綺麗になってきましたねいやすごい、
どう見ても一番苦しかったんですが、ここは灘の上がり、古川がスーソー切らなかったっていうのもありますよね。柴田がシーマン切らなかったっていうのもあります。まあね、お互いがねやっぱり牽制し合ってて感激をついてっていうのもありますけど、はい、やっぱりこうじゃないとね。そうですね、自分の好きなもの勝手に切ってたからおっしゃる通りですね。好きなようにやってるじゃどうしようもないですからね。やっぱり見てる方もね、おおさすがと思うようなね。そうですね、これ切らないのっていうのを見せて、上がれる上がれないは時の運なんで、はい、そのやっぱり途中の過程っていうのはね、あすげえなって思わせるのがやっぱり1回戦であの勝俣がイースーチーピオン止めて、この2回戦では古川がスーソー止めて、柴田がチーマン切らなくて、そう、すごいですね。すごいよね、はい、だ切った人と切らなかった人の差が出たってことだよね。7万、まあ立場的なものもありますけど、上者だっていうのも、ね、そうですね、柴田君にしてみれば、はい、上下の関係もあります、はい、ここで切ったら古川さんが圧倒的に有利になっちゃうだろうって、自分の目から見ると4枚見えてますからね、4枚とか3枚か、はい、そうですね、7万4枚ですね、表示牌に1枚あったから、ドラを使うためには絶対必要な範囲になっちゃうんでね。さあ今回も勝俣ドラが統一で白が統一、7さんがイーシャンテンですね。今ねドラはないですけども、そうですね、カンサンマンサブローマンのイーシャンテン。さあ統一でも見えてきた、チートイツの方にも行くのかな、スーソー切っとくのかな、だから想像良さそうに見えるかな。想像良さそうですね、だけどやっぱりメンツでもね一応見ながら行くんで、ロスが少ない方がいいですからね。さあ灘ここはちょっと考える、想像伸ばしたいのか急速切っていく、ただパーソンも切っちゃってますからね。柴田マンズの本一狙い、もうマンズに行きますよね。アフルカーと白がもちもちになりました。勝又これチートイツを転破したらどうするかですね。いやこれ、あそうですね、やっぱりこれチートイツ狙ったんですね、今連想を残しました。だ想像の人はよく感じるわけですね、実際連想山に全部残ってますね、はい、こうどうなるかですね。いや今回もかなりおっと芝田りが反抗、大きく大物手にトイトイがつくかもしれないですからね。そうですね、統一が目立ってきましたね。まあチューンは泣くのかな、2枚目ですからね今度はね。さあ灘これでイーペイコー含みのイーシャンテンですね。つもりさん何個もありますでしょ。そうですね、まあ、はい、数万もチーマンも1枚ずつ出てるからちょっと厳しいのは厳しいですけど、片処置しては十分になりますね、うん、はい、よー、来た来た来た、チートイツに決めました。メホンチートイツにしちゃったんだ。ちっちゃいな今のこれはなんかがナチュン、いやリャンマー3枚、リャンマー3枚が1枚ずつ出てくるじゃないですか。あ、なるほど、ただ椅子はね、引いてもあるんでね。さあここはチートイツに決め打った柴田、まあ結果どうなるか分かりませんが、もったいないような気もしないでもないですよね。こうなっちゃうと泣くことができないんでね、はい、もう仕掛けは効かない形ですね。あと灘これチートイツのイシャンテンですが、どうするんだろう。あ、やっぱりメンツですね、うん、まあ受け入れが一番多くなる形ですよね、はい、6万これどれがあるかっていう、あとは探り合いですからね、うん、みんなチートイツに行っちゃったら、今回本当にみんな統一が多いですね、うん、リアンスは誰のところにも行ってないよね。行ってないです。ああ、勝又やっぱり想像がいいと見てる、ロースを残しました。要はみんなが使ってない色で待ちたいってことですよね、うん、これはダメ。柴田もこれ難しい選択ですよね。自敗を全て残しましたね、手の中に古川ドラのウーピン。あのチートイツの場合はほらお互いが待ちたいものが待ち頃になっちゃうから、うん、持ちっこになってほしい。あの逆に言うとさあ灘が自分が切った時に相手がロンっていうこともあるじゃないですか。そうですね、テンパしたと、はい、どっちにしようかなっていう ね、うん、これサブローもねちょっと厳しいのは厳しいですけど、そんなこと言ってらんないですね親で。そうですね、サブローマンは相当薄いですね。山に1枚ぐらいでしょ、1枚1枚ぐらいかな、残り1枚ですね。そうですよね、はい、6万が1枚あるのかな。
こういう芝田にしてみれば失敗したってなっちゃうんですけど、これまた勝又が上がる可能性あるんですよね。ヤンソンはね、そうそう、あ、今灘が1枚 切りましたね、はい、1号にまだ2枚ありますからね。あ、これであと1枚巻きに流れます。古川はやめちゃいましたからね。ヤンソン引いた。これローソーは、ローソー思いじゃないですか。山一、あ、ないですね。あ、あるか、山一、山一、うん、どっちが強いの。1対1ですよね、これ1対1、はい、両方とも生きてるからね、はい、あ、流れた6万、灘の上がりはなくなりました。スーピン、ドラ表示、はい、これ切りづらいけど、関数ピンがあるかないかって中筋ですね、うん、関数ピンがあるかないかって読むとこですね。まあ今の灘であればどういう形のリーチも親ですからね、おそらくありますもんね。ローソーやめますよね、うん、やっぱりスーピンで当たった時にはドラが確実に絡みますからね、はい、上がりよりもリスクの少ない方ですよね、うん、ここは勝又となり二人転敗での流局となりました。まあ勝又にしてみればヤンソが来るのが遅いよと思ってるんですよね。本当ですね。多分ヤンソ待ちだったら迷わなかったと思うんですよ、うん、他のものはちょっとね、はい、迷っちゃうところが出るんで。本当だから柴田君がどうだったのかなっていうね、あのチート位置決めちゃったのがね、まだメンツテとチートイツの両天秤十分にかけれた手だったんですが、見てもよかったんじゃないかなって思うんですけど、結構判断早かったですね。スッと切りましたから ね、まあ、厳しいと見たんでしょうね、うん、あれメンツテで進めると実際チームを持ってきてるから、あ、なるほど、もう転敗ぐらいいってる可能性十分にありますよね。転敗したかどうかは微妙ですけど、うん、そこそこのね、まあ、はい、まあその間に泣ける範囲が出てるかもしれないし、うん、分かんないですけどね、はい。さあドラはローソーです。まあ灘は今、まあ、親番をキープしただけの形なんですけど、うん、まあね、ここで稼がなくちゃと思ってるでしょうから、ね、1回戦の負債をここでね返済できれば、はい、またね十分戦いますからね、うん、このまま柴田君を削っていって自分が一人受けで終われればね、はい、なおよしと。なおよしですね。だからこれは、まあ、今ドラがちょっとないのかな。そうですね。だからドラを持ってきて、まあ、リーズもドラ1でもいいですから、2600ホールまではありそうですからね、うん、はい。さあ古川の手も伸びてきた。だ周りは逆に親の連チャーをね早く止めてってことですね。いいシャンテンですか。いいシャンテンですね。カンリャンピン6球ピン、カンリャンピン6球ピン、でもカンリャンピンでもリーチ打つのかな。打たないよな、さすがに1通もあるもんな。浮かしてる範囲がドラのネクストの小さそうですね。うん、3色も見えてきちゃったね。上目の3色が見えてきた勝又、パーマン切り6球満のターツを決めます。まあ今ちょっと迷ってたつな、チートいつも若干頭の中によぎったんでしょうね、うん、はい。まあ、あとは先にどれを処理しておくかっていうのもあるんですけど、うん、だからパワーはね、親から理事が受けた時には現物にもなりますから、はい、そういうのもいろいろね、うん、だからちょっと引っ張ろうかっていう考えもあるわけですね。さあこれでドラ受けができました。お、3ピンから切ってきましたね。もうピンフを決めちゃいましたね、はい。まあ、E ピンから切ったのはね、関数ピンの受け入れもあるんで ね、はい、受け入れは多いんですけど、まずは3ピンからいきます。さあ勝又これで一歩前進、三層切り、単野 を決めちゃうような急速からじゃなかったですね。パーサーの方がいいと思ってるんですね、ピンフでもいいやと。まだ三色の可能性も残しとこうっていうね、はい。今柴田が嘘切ったってことはチートイツですか。ああ、なるほど、ちょっと若干受け気味なんですかね。お願いします。これ勝又君の急走も危なくなっちゃう パターンもあるよね。ありますね。灘さんがね、うん、ドキューピン引いて転敗した時には
度胸袖でリーチ打つでしょうから、まあ、はい、そうすると出ないのかもしれないですけど、まあ、そうですね。古川さんの指導も厳しくなっちゃうね。柴田君のところで出てこないですね。そうですね、おそらく出てこないでしょうね。出てこないですからね。勝俣が3色、7、8、9の3色の方へ移行していきます。まあ、どっちがいいか悪いか微妙なとこですけどね。天杯、天杯、リャングソ白リーチいきます。もうこれ白は出てこないですから、リャングソもほとんどないですね。リャンソがもうないですね。ウーソが2枚、ウーソが2枚と白が1枚、イーピンが重なってペイの統一落とし、まあ現物ですからね、うん、もう柴田からこれは出てこないでしょう。まあ引けるかどうか、はい、9ピン、まあ、風間田君もね一旦バックしましたからね。ウーワンで、あ、3ワン切ってきましたね。ノーチャンスかな。ノーチャンスですね。ウーワンが4枚見えてますからね。このロキマ若干切りにくいか。宣言牌が5万なんでね、うん、ただ6、9万の可能性も若干は低いんですよね。宣言牌の裏筋はなかなかってなりますよね。さあ勝又数層引き入れて9巻パーソンのターツを嫌っていく。やめた。パーピン現物なんですけどね、うん、6万も切りたくないぞと、うん、そういうことですね。6万が切り切れないと思ってるんですね、うん、で自分の手がなかなか転廃しないと、うん、そろそろ引き時かなっていう感じじゃないですか、はい、頃合いだろうと、はい、要はいくら連チャンしてるというより500個もと流局ですからそうですね、右が少ないわけですよだったらいくらいつまでもそんなしがみついてる必要はないかなっていうかね、うん、あ、テンパイだ、テンパイですね。数ピン短期振り点ですけどね。どう9ピンというのも頑張ったよね。そうですね、まあ、パーピンが4巡目に切れてる外筋ということでしょうか ね勝負しましたね。数ピンの方が切る、数ピンの方が切りづらいってことだよね、振り点でも。うん、そういうことなんでしょうね。いや、まあ、どの道振り点なんですけど、6球ピンもそうですよね、はい、うん、要するにパーピンの内側の方が嫌だったってことですよね。これで数ピンが今度切りやすいか、はい、数ピンを切ってサブロー総待ち、まあ、役はないですけど一応転敗はしてますからね、はい。灘はやっぱりこの数ピン地位点取れたんですが6万が切りにくいと、うん、もうやめましたよね。ここは地位ピンを切っていきます。これが配定、古川勝又の2人転敗での流局となります。まあ誰が得したんだか損したんだかよくわからないんですけどそうですね、勝又は損してない感じがするんですけどね。どうなんですかね、ちょっとまた難しいところですが。だから要するにみんながみんなまだ自信がないってことですよ。まだ押し切れないというか、あの突っ張り切れないというか、まだ自分のね、うん、ペースにはなってないってことですね。あの、はい、灘にしてみてもね、親ですから、うん、自分が調子いいって、あ、今回いけるって言ったらあんな6万なんかスッと切れますから、はい、やっぱり1回戦の結果と、うん、まあ、今持ち点持ってるっていうのも踏まえてと、まあ、ここでなくしちゃったらもう一回、まあ、それもありますね、なくなっちゃうわけですからね。あのどうも上がってる点数がしょっぱいなと、うん、本調子ではない、もう花火は上がってないし、うん、だったらここはもう変なことが起きないうちに親はやめてもいいかなっていうかね、はい、曲を進めてもしょうがないかなっていう。さあ灘が1打目の親の1打目のペイからしか出てきましたね。だからこの教託リーチ棒取りですよね、うん、教託のリーチ棒が2000点、積み棒が3本と、はい、これ2900こぼれてるわけですから、はい、1000点で上がっても3900の上がりですからね、うん、そしてドラの何までを切っていく、もうここはスピード勝負と、もうスピード勝負ですね。もう人に2900いくんだったら自分のところ倍ですから、うん、はい、差はね。さあその神茶の勝俣、だから勝俣君にプレッシャーを与えながらってことですよね、うん、さあこれでイーシャンテンですね。まあ、ポンマンズの方がマンズの方が受け入れる枚数が多いってことですね、うん、今実際にね、ローソがないんで、お、古川さん、お古川、勘違い装置ですね。
到底間に合うとは思えないですけど俺はって黙ってらんないよと。まあそうですね、要はこれは親へのプレッシャーっていうのもそれはありますよね。だからお互いプレッシャーの掛け合いですよ。これどっちにするの？シャンポンにするんですか？シャンポン受け、リャンマンとウーソのシャンポン待ちで早くも天敗は灘。古川さんのリャンマン危ないよね。危ないですね。あの多分初チューンは切らないですからしばらくは。なるほど、しばらくは切らないですね。自分が武器として使いたいですから、うんうんうん、重なったらそっちも OK と、はい、だからこれ勝俣君厳しいですよね。龍波がなかなか泣けそうにないんで。そうですね、もう奈良さんも結局これ変えるのはマンズがイーマンとか引いてきた時だけでしょうか。そうですね、これ引いた、あ流派行ったし、そして勝俣も仕掛ける、全員が仕掛けましたね、うん、もうやっぱり2900点の取り合いですよ。ミスミスやるわけにはいかないと、まあ親が連チャンすればねまた罪分は増えるんですけど、はい、うわ勝俣すごいとこ仕掛けましたね。要は頭をどっかで使おうってことですね。あ食い伸ばし、はい、リャンマンとウソのシャンポン待ちからサブローマに変化灘。古川さんスーソ切っちゃったんでね、これどっちのがあるんだね。サブローマンの方が実際はあるんですけど、灘さんのね、はい、リャンマンは古川さんが頭で使ってましたからね。そうですね、先ほども出ない形になりましたね。あ天敗サブローソー、これ誰が強いんだか分かんないよね。ローソーがサブローソーは、あサブローソーこれ残り1枚しかないですね。ああ酸素ポンされてますね。あそうだね。でローソーが柴谷あんこでチーのメンズに入ってるんで、サブローソーは残り1枚しかありません。サブローマンは、サブローマンの方がこれ結局数えてるうちに誰かがプッと詰まると枚数変わっちゃうんですぐ分かんなくなっちゃうんですけど、ね、出ちゃう可能性もあるからね。はい、あ柴田も天敗関数ピン、関数ピン関数ピンも意外とありそうだよ。あ出た、うん、数ピンだ。関数ピン意外とありそうだもんね。いや2000点ですか。2900、目まぐるしく動いた今局でしたが、上がりは柴田2000点おいしくいただきました、ね、いただきましたね、うん、いやすごかったですね。まあ、柴田君にしてみればね、1回戦目ラストだった、あトップだった勝俣君から点数を取ったっていうのは大きいでしょうからね。そうですね、今の値段以上にやっぱりね価値的なもので自分が有利になるじゃないですか、はい、この今の上がりで実際勝俣が、ラスト落ちという格好になってますね。要は自分が3万点なんとなくキープできそうな状況で、はい、勝俣君がねちょっと厳しくなれば、うん、4人の中では一番上の今一番で、はい、いい位置につけてるってことですね。まあ圧倒的有利ではないですけど、うん、まあ一種の理想形ではあるっていうことですね。まあそういうことですね。並びっていうのも結構大事になるじゃないですか。はい、どういう順番で並んでくれたら自分が有利になるかなとか、うん、まあ3万点あるなしは別にしてね、はい、3万点ないければないで誰がね沈んでもらえれば自分が有利になるかとか、うん、はい、まあそういった意味ではまあいいとこから出てきたと。そういうことですね。値段はね大したことないんですけどね、はい、2000点ですけど、ドラ重なって白が重なりましたね。わあ古川、あ失礼、灘はいい関連素引き入れました。柴田がチュン統一、まあこの古川さんの白はいつ出るかってことなんですけど、そうですね、おっとか、また数万個、さっきね勝俣君の3ピンポンにはねちょっとねらしくないなと思ったんですけど、すごかったですよ ね、 あれね、負けてらんないっていう感じでしたね。なんか要は自分も戦いの輪に積極的に参加するんだっていうか ね、 うね、はい、まあイーシャンテンはイーシャンテンのままみたいなね、まああの方がイーシャンテンになったから進んだのは進んだんですか、頭ができればっていう形でね、はい、残し方は考えよかったですけどね。そうですね、これでイーシャンテンですが転敗するとおそらく白が出ていく形、勝俣がイーシャンテン白ポンテンの形です。3色の転敗ですね。
リュウハ短期じゃないですか。リュウハ短期やっぱ確定のが、はい、これイースを振り返ればちゃんとなんですが、うん、もうないですね。イース出たね、リュウハ。いい感というかね、冴えてましたね、うん、今のは。2600の4本場、3800点の上がり。だから今ね、イース1にしちゃうと1000点になっちゃう可能性高いんでね。そうですね。まあ奈良さんにしてみれば1000点でも上がって親を流した方がいいとは思えば、うん、イース1っていう選択もあるんですけど、なんか流派短期の方がね、今回はドラが白で、はい、出てくるかなっていうかね。さあ2回戦はオーラスです。親は古川だから、まあ一番早い上がりですからね、今の流派の。まあ、現状は奈良さんがトップですから、はい、1回戦の負債を少しでも減らしておけるますから、ね、そうですね、これでも半分ぐらいになりますからね。ちょっと1回目がね、一人沈みでちょっと大きかったんでね、はい。さあオラスドラはパーピンです。古川さんのところ軽いです ね、 いいですね。ただメンツができてないんだね。材料は結構あれだけど、はい、奈良はリュウハが統一。これはまた1枚目からいきます。なんだですか、もうこれはこの手で決めてやろうと、もうこの回は終わりましょうよと、うん、あっと勝又いいシャンテンだ、ペンチースを引き入れました。ペン三層はね、あんまり自分の点数を考えるとね、うん、5200じゃ浮かないんでね、はい、ドラの、まあ、ウパービーの方が残れば別ですけど、これパーピン引いたら、あれなんだなんだなんだ、ポンとチーが一緒だったんですね、うん、でまあ、同時発生だったんで、おそらく今ポンになったっていうことだと思うんですが、そうですね、その時に牌を切っちゃってたっていうことですね。だけどそれはもうあれだと思うんですけどね、手を戻して結局ポンを優先させて進めると思うんですね。同時発生なんで、はい、ここはポンが優先という形になります。だ例えば古川さんがもう地位ができたと思うんだって完全に先に見越して切っちゃっただけのことですね。そうですね、だ牌が早かったってことになりますね、はい。多分上がり放棄にはなってないと思うんですよ。ならないと思いますね。食い負けってやつですよね、おそらくこれは、はい。さあ対局に戻ります。奈良は流派が統一のところから3ピンからポンしていきましたね。いきなり行きましたからね、流派どころか3ピンから仕掛けていくと。さあ勝又またちょっと3色かけてきましたね。3色がちらっとバーッと古川両層ポン、負けてらんないよとあ、勝又またこれはいいチューン引いたんじゃないでしょうか。あ23900など上がることができたら、トイトイまでつけちゃおうとしてますね、奈田さんも。いや今回もはい、古川これで天敗ですね。カンウーピン、先ほどの古川のはまあ一切ペナルティとかそういったものはありません。おお、トイトイ3個まであるよこれ。とすごいね。柴田はトイツが1つ、あんこが2つ、これ数あんこまでいっちゃうのかね。これウーピンって実際何枚あるの？まだ残ってんじゃない？いや、残ってますね。誰持ってないね。誰持ってないですね。山に4枚、勝又もかなりこれ勝負点になってきましたね。ドラ1枚あります。流派は柴田君のところに1枚あるからね。そうですね、このまま現状でウーピン待ちの古川が強いか、柴田が追いつけるか。これ白を切っとくんですか。白は1枚出てますからね。これでいいシャンテン、数万後の変化の、あ、だいたいウーマン切ってますのでね、変則三面ちゃん等は取れます。あ、天敗ですが6球ピンか、リーチですね。これを引くことができれば原点復帰。これ6球ピンね、奈良の手に2枚ですね。古川の手に1枚。あ、天敗だよ。柴田君もカンパースを引いて天敗。7、1、9万これ龍が切っていくか、行くんじゃん。行きそうですね。これは勝負どこですね、これ ね、 そうですね。これ6球ピンっても結構ある。あ、闇点、6球ピンは残り2枚ですね。2枚、はい。これで奈良が天敗、9ピンの引き合い。9ピン出た時は勝又君。そうですね、キューピンとスーソウーピンも山に4枚残ってます。これ古川さんどうするの。6万っていけそう、いけそうだね。いった、パワー1がワンチャンスですからね。スーソは、スーソは1枚ですかね。
スーソーとキューピンは1枚ずつ、ロッキューピンも1枚ずつ。この7万9万はかなり、あ、そうでもないのか、9万が1枚ですね。つうか振り点なんでしょ。あ、チーマン自身で来てますね。振り点だから行かないんですね。おかしいなと思ったら、うん、それで悩んでたんですね。失礼しました、僕も見落としてたけど。そうですね、大変失礼しました。さあここはそれでも急走切って天敗時、切る牌もないのかな。いい層があるか。いやまあ一応9万は切りやすそうですけどね、うん、6万取ったんで。あー積もった、強っ。これ感触いいですね。すごい強いですね。これは古川のウーピン待ちが山に強あったんで4枚残ってたんですが、ここは後から追いついた。ああやっぱりこの回の勢いっていうかね、うん、枚数じゃないよっていうのは。トップもそうでしたね、うん、勝又から5200上がってスタートしたこの2回戦は、トップから灘、柴田、勝又、古川という並びで終わりました。